漢学院は平安時代の藤原市の大学別荘である。大学寮の南側の地にあったため、大学南荘とも呼ばれていた。漢学院市漢学院は公認12年、藤原冬継によって創建され、上岸14年以前に大学別荘として公認された。大学別荘は有力士族の学生のために作られた寄宿舎である。本来は、 大学寮内に寄宿しなければならないが、大学別荘として公認されると寮内に寄宿する学生と同等の資格で授業、試験に出ることができた。後には民間試験を経ずに地方官に任命される特権を朝廷から認められた。また、優秀者に和学問寮が払われて、後の文章制への登用に有利に働いた。また、藤原氏の苦行に刑事があると、職員、 学生たちが上がって、祝辞を述べに参上し、その闘霊として、彼らを共演でもてなすという、官学院府という恒例行事があった。維持管理は、富士市長者の職務とされ、藤原市一門の大納言級から任じられる、供養別等、弁官から任じられる、弁別等以下の職員の任命を行った。財政は、一族からの荘園寄付によって賄われており、他の大学別荘に比べ、 非常に豊かであった。また、寄宿者としての機能の他にも一族に関係する事務を行うシーンとしての機能を行うためのころも設置されていた。具体的には、藤原氏の宇治寺である、幸福寺や宇治神である、春日大社などの祭祀に関する事務である。また、延命院の管理も行った。富士市長者は、長者線を出す際に、 実際の事務文書にあたる下し文が官学院で作成されて添付された。貴族社会の衰微とともに、鎌倉時代には消滅したと言われているが、幸福寺などの有力寺院が寺内に設けた僧侶育成機関に官学院の名が用いられたのは、ここに由来していると言われている。延命院は、上元元年、藤原義美によって創建された一族の病人を収容する施設である。 これによって礼遇されていた一族から指示を取り付け一族の団結に役立ったようだ。ありがとうございます。